はい、どうもこんにちは、たっかきっちです。さあ今日はですね、今年2022年12月9日の発売予定、任天堂スイッチ用ソフトドラゴンクエストトレジャーズ青木瞳と大空の羅針盤のね、動画を作っていきたいと思います。まあ、前回は、大まかにね、どういったゲームなんだろう、何をするゲームなんだろうといった説明と、モンスターについて、ご紹介をしているんですが、今日はですね、そのモンスターたちがいる拠点と団と、そして、ライバル団、ライバル盗賊団についてね、今日はご紹介していきたいと思います。本編の物語の最初が、主人公のカイムリとマヤが異世界に飛ばされて、浮遊島っていうね、ところにたどり着きました。そしてそこにね、残っていた鉄道会社の社員、トマソンがいたんですね。トマソンと話して、そこを拠点として活動していくっていうね、物語になっていきます。そしてその拠点でできることとは、拠点では冒険の準備やお宝の展示など様々なことができます。例えばこの宝物庫によって今までね、手に入れたお宝を飾ったりすることができます。そしてこの団員寮では指導員ジャネマがいます。そのジャネマはパーティー編成が、できる上に、団がランクアップすれば仲間のモンスターだけのパーティー派遣も行えるようになります。受付所ではこの受付係セシリーがいます。前回の動画でもお話ししたんですが、仲間モンスターを仲間にする際にフィールドで戦って、その後起き上がってね、拠点へ一回向かうんですよね。受付係セシリーでね、確認をすることができます。なのでそこでね、仲間にするかしないかというのを選別を行うんではないんでしょうか。さらにカミとマヤは拠点で団、僕が思うに盗賊団の団だと思うんですけど、その団を結成します。このトレジャーズの世界では盗賊団が、いくつかの盗賊団が、ライバル団がいるみたいで、そういったね、団とそのお宝を取り合ったり、拠点をね、襲われたりするということなので、団を結成して、対抗しようということで作っていくみたいなんですが、さらには団にランクがあります。持ち帰ったね、お宝の査定額で、トレジャー総額が増えると、どん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 ランクが上昇していくみたい。で、ランクが上がると、じゃあどうなるのってことなんですけども、そのお宝の評価額がアップしたり、施設が増えたりすることができます。拠点の施設。どういった施設が増えるかというと、この商店。はい。マーゴムさんがね、受付係をしていています。行商人。そしてその商店の中にはバイキルトの書のレシピだとか、スカラ書のレシピだとか、ピオラナンのレシピだとか、インテデンのレシピ、バッチリココアのレシピだとか、そういった料理関係のレシピとか呪文関係のレシピを扱ってるんではないんでしょうか。食堂では、仲間モンスターを一定時間強化する料理を提供してくれる施設となっております。レシピがあればレアな料理も作ってくれるそうです。なのでやはり商店でレシピを買って、食堂で、どんどん料理を増やしていくっていう形になりそうですね。そして弾丸屋、ちょっと危なそうなね、弾丸屋ですけど、なんか危ないよな、スプラッターハウスに出てきそうだけどね、このブリッツくん、はい、ギガンですが、この、仮面かぶるとちょっと危ないな。こちらの弾丸屋では、カミとマヤがフィールドで使うスリング用の弾を作ってくれる施設。スリングっていうのは前回ちょっと説明したんですけど、主人公たちはパチンコみたいなものを、使って敵を攻撃したり、味方にバフをかけたりします。その、スリング、いわゆるパチンコの弾を、強化するようなアイテムを売ってると思います。さらには弾の名前は、プレイヤーが月にね、決めることができ、さらに団に団旗っていうものがあるみたいなんですが、その団旗のデザインも好みで選ぶことができるみたいです。いろんな種類があるよね。いろんな種類っていうか11種類しかないけどね。団のランクがレベル上がったりすると増えていくのかな、団旗。
そして世界各地へその団への加入希望者を見つけて団員をどんどん増やしていくっていうねこともできるみたいです。そのフィールドでは、はい、ライバルとなる盗賊団もそのお宝をね狙ってるみたいです。売られた喧嘩は買わないっていうのは銀ギーラ空賊団に流儀に反するもんだ。ああ俺のことを知らんのか、俺はシルフ大探検隊長レオバンだといったね、まあ、一部の、盗賊団が映ってるんですけど、まあ、こういった団よりね先にねあのお宝を見つけて自分の拠点に持ってく持ち帰るといったねゲームなんではないんでしょうか。そしてフィールドで勝ち合ったら戦闘になるみたいですね、その団で。そしてライバル団はいろいろな手段でねお宝を横取りしようとしてきて、中には拠点を狙って襲撃してくる団もあるみたいです。そしてその襲撃イベントからお宝を守りきればお宝の価値がアップ。もしねその戦闘に負けて奪われてしまった場合、どこかに浮遊島のどっかにあの逃げたライバル団がいるみたいなので、それを見つけて奪還すればまた、ね、取り戻せるといったね寸法になっております。さあそんなねライバルの団員なんですが、2つご紹介がありました。まずは悪名高く多くの団員を抱えるギンギーラ空賊団、まあ、ギンギーラがボスとして筆頭して、メレイン、ゲールズ、ニャゴス、ツナワン&ベニーシャといったね、団員たちがいるみたいです。もう一つの団が、これ逆にねカメとマヤにねとても友好的なライバル団、シルフ探検隊みたいですね。シルフの国が果てしなき竜の大地に派遣した探検隊、2つの島に野営地を設営しそこを拠点として活動している、探検隊、まあ団みたいですね。まあレオバン隊長、そして、ブリサ、そしてアネモネ。このアネモネさんの声優さんがなんとドラゴンボールでいうビーデルパンの声優さんみたいですね。かなりね有名な声優さんもね使ってるんだよね。そんなライバル団たちと、宝を、取り合ったり、ね、友好関係を結んで、まあ、一緒にねタッグを組んで取り合ったりするんではないんでしょうか。さらにドラゴンクエストの盗賊団といえば有名な盗賊団がいますね。はい、カンダタ団。この世界にもカンタタ団がいるみたいで、まあ、主人公たちのね関係はどうなんでしょうかね。さあライバルで友好的なのか、果たしてね、敵同士として勝ち合うのか、めちゃめちゃ楽しみなところではあります。まあ、こういったね情報が来たんですが、まあ、正直ね前回ね僕動画作った時、なんだただの自己満足のトレジャー集めかお宝集めかと思ったんですが、ゲーム内容今回の情報を聞いて、まあ、こういったね、まあ、他の盗賊団たちとライバルがいて、やり取りして奪ったり先にね宝を取り合ったりといったね、まあ、競争心を煽るようなね、まあ、ゲームとなっているので、まあ、僕は結構好きだなと楽しみになってきたなと思ってます。さあそんなね、トレジャーズ12月9日発売となっております。まだまだ新しい情報が来ましたらね、ご紹介してきます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。